はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、食玩仮面ライダーゴーストガンガンアクション魂です。はい、ついにゴーストも定番の食玩アクションフィギュア来ましたね。今回は1個400円で1番ゴースト俺魂、2番が武蔵ゴーストとエジソンゴースト、3番が仮面ライダースペクターで、4番がツタンカーメンと信長ゴースト。いきなりライダー系とゴースト系とかなりラインナップが充実してますね。もちろんゴーストは付け替え可能で、各魂にフォームチェンジできますし、スペクターも同様ですね。まずは1番2番の仮面ライダーゴースト俺魂と武蔵ゴースト&エジソンゴーストをレビューします。外箱はこのようになってて、中身を取り出すと、よっと、お、やっぱりぎゅうぎゅう。今回はなんと完成品じゃなくて、ランナーがついてて、ランナーが4つプラス、他のパーツが3つと、ガンガンセーバーとシールです。さすがにパーツはタッチゲートですから、グッと押せばカチャカチャっと外れます。はい、5分ほどで手足が完成しましたので、これを各箇所にカチャッと取り付けていきましょう。手足のパーツ自体はすごく簡単に組み終わりますね。さらに腕をはめて、おー、かっこいいっぽい。そして肩パーツは別になってますから、これもサイドからはめ込んで、頭のこの穴に角を差し込めば、はい、まずはこれで、パッチ組みが完成しました。去年、おととしのドライブとか外務系に比べると、またプロポーションが違いますけど、かっこいいかも。では、シールを貼ります。完成！ゴースト俺魂です。はい、割とアンダースーツの細かいところまで、全身にきっちりシールがあって、10分ぐらいで貼れましたから、全部で約15分で完成しました。そして、かっこいい！これすごいですよね。はい、ぐるっと、見回すとこのようになってて、非常にプロポーションが良くって、ゴースト部分とアンダースーツがちゃんと別パーツになってますから、ボディに立体感がありますし、ゴーストパーツの一部と顔部分は塗装で、それ以外は銀ピカシール。近づいてみるとこんな感じ。去年のドライブと最近発売した衝動の仮面ライダー X と比べるところで、全長は11センチサイズで変わってないですね。可動箇所も変更はなくて、首が前後左右にグリグリと動くのと、腰可動はなし。両腕が付け根から回転して、腕パーツに肩の部分はついてますね。ゴーストドライバーは別パーツになってて、下半身は水平方向と前後がここまで。さらに膝可動と足首はボールジョイント。台座の穴もありますから、魂ステージにも対応してて、浮遊ポーズも取れますし、ライダーキックも OK です。腕の関節の構造とかは、新しくなってていいですね。しかも、フードを引っ張れば、取り外すことが、できるんですよ、これ。おー。頭のパーツをはめて、そしてフードを首に差し込むことで、フード外し状態にすることもできます。若干無理やり感はありますが、食玩でここまでやるってなかなか頑張ってますよね。ゴーストチェンジシリーズと並べるところで、400円とはいえ、シールでの色分けも頑張ってますね。装着してるゴーストは、ゴーストチェンジシリーズのように、ガチャッとワンタッチでは外れませんが、各パーツで分かれてますから、フードを引っ張れば、まず頭が取れて、肩パーツも左右に個別に取れますし、襟パーツも前にグッと引っ張って取って、後ろのパーツも取り外すことができます。こういう感じでバラバラにはなってしまいますけど、アンダースーツ状態も案外悪くないですね。では次は2番の武蔵ゴースト&エジソンゴースト。こちらを開けましょう。こっちもパンパンに入ってて、取り出すと、はい、中身は結構盛りだくさんに入ってて、まずはゴースト台座が1つ。そしてエジソンのゴーストと、塗装済みの顔もついてるんですね。武蔵ゴーストと、武蔵の顔。ガンガンセイバーのガンモードと二刀流モード。そしてこれは、武蔵のノースリーブ用の肩パーツで、この出っ張りを隠すやつですね。さらにシール。はい、両方合わせて5分ほどでシールが貼り終わりました。まずはエジソンゴーストぐるっと見回すとこのような感じ。グレーの部分は成型色で一部塗装。
そして台座は一つしかありませんから、パーツを全部それぞれ引っ張って取って武蔵のパーツをはめ直すことで武蔵ゴーストも完成します。ぐるっと見回すとこのような感じ。肩部分のこのパーツは一応別パーツにはなってますけど、ジョイントはここにありますので横側にずらすことができないのと、台座の目のシールはどちらか選ぶ感じですから、武蔵なのに目が黄色いんですよね。では先ほどのゴーストを使って、まずはエジソンにゴーストチェンジ、首を引っ張って外して角も外します。ゴーストチェンジ側には角が付属しませんから、俺魂のものを使って首をセット、そして俺魂と同じ要領で顔パーツと背中のパーツと脇腹部分にジョイントがあるんですね。両方とも取り付けて肩パーツもはめ込みます。そしてガンガンセーバーを持たせれば、はい、ゴーストエジソン魂の完成です。おお、完璧。ぐるっと見回すとこのようになってて、そんなに隙間もありませんし、顔自体が変わってますから完璧に着せ替えできてますね。すごっ。可動箇所は変わりませんから非常によく動きます。やっぱり顔可動があるのが大きいですね。めちゃくちゃポーズつきやすいです。はい、同じ変形手順で武蔵魂も完成しました。こっちもすごいかっこいいんですけど、肩パーツもちゃんと出っ張りが隠れてますし、違和感なく全身のプロポーションがいいですね。ぐるっと見回すとこのような感じ。近くで見るとこうですね。やっぱり顔がシールじゃなくて塗装ですから、フォームチェンジも映えますね。同じ世界系の食玩といえば、ガイムの時もなかなか楽しかったですけど、やっぱりこうやって見比べると明らかに進化してますね。今回のガンガンアクション魂はすごくいい商品です。はい、ということで食玩仮面ライダーゴーストガンガンアクション魂を紹介しました。これまでこのシリーズは380円でしたから、20円値上がりしたり一部組み立てにはなりましたけど、本体自体は非常によくできてて、フードの外し状態もできますし、着せ替えの再現度もすごかったですね。ただいろんなパーツに分かれますから、なくさないように気をつける必要がありますね。では次の動画では3番4番の仮面ライダースペクターとツタンカーメンゴースト&信長ゴーストをレビューします。以上、食玩仮面ライダーゴーストガンガンアクション魂の紹介でした。